どうも、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、セブン銀行 ATM で1000円がもらえるチャンス、好きなスマホ決済に1万円チャージして参加完了ということで、今回はセブン銀行 ATM でちょっと面白そうなキャンペーンが開始されたので、まあそれについてサクッとお伝えしていこうと思います。それではまずはこちらから。じゃんということで、セブン銀行 ATM から1万円チャージするだけで、抽選で1000円相当プレゼントというキャンペーンですね。 で、期間は、今出てるように、2月の3日から昨日から始まっていまして、2月の29日までの2月いっぱいまでのキャンペーンとなってます。まあ、対象のスマホ決済に1万円チャージすると、抽選で5万名様に1000円相当がもらえるキャンペーンということですね。で、今回のキャンペーンの対象となるスマホ決済はご覧の通りですね。PayPay、AU ウォレット、LINEPay、D 払い、メルペイの5種類となってます。まあ、AU ウォレットに関してはもう AUPay と一緒ですね。 キャンペーンのちょっとした条件ですけども、期間中対象のスマホ決済サービスにセブン銀行 ATM から一度に1万円以上現金でチャージをするということ。 で、2番目は1アカウントにつき、付与上限は1000円相当までとなってます。そして3番目はエントリーなどは特に必要なくて参加ができるということですね。なので今回は5種類の決済方法があるので、まあそれぞれセブン銀行 ATM から1万円ずつチャージして、合計で5万円分チャージすると、まあそれぞれに参加ができているということになりますね。もちろん全部が全部チャージしなくても大丈夫ですので、まあご自身がよく利用するスマホ決済にセブン銀行 ATM から チャージするのもありなんじゃないかなと思いますそして対象地域に関しては全国のセブン銀行 ATM また今回のま経費の付与上限は2020年の3月下旬予定ということになっていますでもちろんなんですけどもそれぞれ付与されるボーナスっていうのがバラバラでして ペイペイの場合は、ペイペイから付与される景品っていうのが、ペイペイボーナス。このペイペイボーナスは、ペイペイモールなどとかも、まあ、利用が可能となってまして、出勤とか、譲渡に関してはできません。で、AU ウォレットから付与される景品は、AU ウォレット残高。l i n e p e から付与される景品は、l i n e ポイント t で、D 払いから付与される景品は、D ポイント期間用途限定。で、もらうためには、D ポイントのクラブ会員の登録が必須ですね。で、ビジネスプレミアクラブ会員の方は、まあ、対象外というふうに公式ページにも出ていました。 で、メルペイに関してはメルペイポイントとなっています。で、このキャンペーンの注意点なんですが、大きく3つあります。で、1つ目は1番目の自動エントリーということなんですが、セブン銀行 ATM で一度に1万円以上現金でチャージをすることで、これで自動エントリーがされるということですね。なので、専用ページで何かしないといけないというわけではなくて、とりあえずチャージしたら完了ということになります。 で2つ目は2万円以上のチャージで2口分という風にならないので、とりあえず1万円以上チャージしてこれで完了ということですね。そして3つ目は1つのスマホ決済のアカウントで1口のエントリーとなるので、まあ、先ほどもお伝えしたように5種類のスマホ決済にそれぞれ1万円ずつチャージすることで、これでも全然 OK ですね。 ちなみに、セブン銀行 ATM からのチャージ方法なんですけども、とにかく簡単です。こちら公式ページから引っ張ってきまして、まず最初、ステップ1は、今この画面に出てるセブン銀行 ATM の画面に、左上にスマートフォンでの取引取引というところがあるので、そこをタッチします。次に、大体のスマホ決済に、チャージの項目に、セブン銀行 ATM というのがあるので、それを選択します。 そして、セブン銀行 ATM に表示されている QR コードを読み取りまして、で、企業番号を入力する画面が出てくるので、スマートフォンに記載されている番号を入力して、ここで確認というところをタッチします。そうしましたら、チャージする分のお金を ATM の方にお金を入れて、これでチャージが完了となります。めちゃくちゃ簡単ですね。以上がセブン銀行 ATM のチャージ方法でした。ちなみに、こちらは僕が実際に今回のキャンペーン1万円分をチャージした画面ですね。これ、昨日の午前中行ったんですけど、 けども、上がペイペイで下が D 払いです。まあ、それぞれ1万円ずつペイペイと D 払いにチャージをしたという感じですね。まあ、よく動画でもお伝えしてるんですが、やはりここ最近の流れで言うとペイペイと D 払いの利用頻度が高いという理由で優先的にセブン銀行 ATM でのチャージを行いました。 けど、実際に1万円チャージしたところで使うことってほとんどないという方は無理にエントリーする必要はないと思うんですが、スマホ決済を頻繁に使う方からすれば結構僕的にはこのキャンペーンありなんじゃないかなと思います。 そこで実際に今の5種類のスマホ決済で直近で開催されているキャンペーンと組み合わせればある程度効率がいいのかなと思いましてせっかくなので軽くだけ現在開催中のキャンペーンをお伝えします詳しくは毎週日曜日に上げているまとめ動画をぜひ見ていただければと思うんですけどもまあ主なキャンペーンだけちょっとだけお伝えします まずやっぱりペイペイで言えばこれですよね、今月は。対象の飲食店でペイペイで決済したら40%から50%戻ってくるキャンペーンですね。これ皆さんもう行かれましたかねもうこのキャンペーン本当上限が1500円までなので、本当にすぐに使い切っちゃいそうなんですよね。ちなみに僕はほとんど吉野家で使いまして、多分まあ、あと1回。 一回行ったら終了かなという感じです。まあ上限は少ないのはちょっと寂しいんですが、僕はソフトバンクユーザーということもあって50%還元になるんですけども、50%還元って普通に考えたら結構えげつないですよね。あと残ってる一回分は3 0クカフェにも行きたいので、D ポイントなどと併用して使おうかなと思っております。 次は D 払いですね。こちらも昨日から始まりました。コンビニ10%還元と、あとは吉野家のキャンペーンもありますね。吉野家は、まあ、多分 PayPay ペペの上限に到達して、 d バレで決済をする予定ではあります。あと、ローソンやファミリーマートも d ポイントのキャンペーンもあるので d バレ優先的に使ってますね。ちなみにローソンはお試し引換券で商品を2つほど交換してきました。まあ、通常よりちょっとお得に商品が購入できるっていうのはちょっと嬉しいですね。けどまあ、このチャンネルの視聴者さんなら分かってると思います。 コンビニで10%還元ならもう使う道はセブン入れ、次は aupay ですがもう aupay といえば今出てるこちらのキャンペーンですよね。毎週10億円の20%還元のキャンペーンということで aupay は対象のクレジットカードでチャージする方も多いと思うんですが特にまあクレジットカードでチャージをする予定がない人は今回のまあこのセブン銀行 ATM のキャンペーンで1万円以上チャージするのもありですよね。まあいやまあこの日は本当どうなることやらっていう風に 個人的に思いながらも僕は僕なりに当日の計画を軽く練ってるところではありますやっぱりこう楽しみなキャンペーンですねそしてメルペイと LINEPay に関しては特に大きなキャンペーンは開催される予定はない感じでしたけどもこの2つの決済をよく利用される方もしくは長い目で見て今後のキャンペーンに備えてとりあえずまあ1万円以上チャージするのも一つの方法だとは思っております ということで、ちょっと話を戻しまして、簡単に本日お伝えしたことをまとめると、セブン銀行 ATM で1万円チャージすることで、抽選で5万名様に1000円相当が当たるということ、期間は2月の3日始まっておりまして、2月の29日まで、一度に1万円以上チャージして、現金でチャージが条件、そして、よく利用するスマホ決済などにまあチャージをするのが効率的にいいのかなっていう感じですね。 まあ、そんなこんなで今回は、セブン銀行 ATM での抽選のキャンペーンについて、僕なりに簡単にお伝えさせていただきました。いや、まあ僕はソフトバンクユーザーなので、特に問題はないんですけども、今月からペイペイにこう、ヤフーカードを使ってのチャージをする際の、あのヤフーカードの T ポイントの1%還元を受けることができな、できなくなったので、まあそういった方はこのキャンペーンに参加するのもありですよね。もちろん抽選なので無理に参加する必要もないです。一応今回お伝えしたキャンペーンの公式 リンクを下の概要欄に貼っていますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございましたいや今回の話に関連するかどうかってちょっと際どいところでもありましたけども ついに発表されましたね。昨日の動画でもちょっとお伝えしました。メルカリとドコモですが、本日業務提携をしたと、公式で発表がされました。まあ一応昨日もお伝えしたように、メルカリでドコモの D ポイントを貯めることができたりとか、あとキャンペーンとしたら、まあこれは新たに発表がありまして、メルカリで D 払いで決済をして、2月の4日から2月の24日までこう D 払いで決済したら最大で20% 50%ほど還元されるキャンペーンというのも発表はされました。 まだ盛り上がってくれそうな感じですね。いろいろと。まちょっと前のニュースを振り返っても、ヤフーと LINE のことがあったりとか、次にメルペイが折り紙ペイを買収。これ結構最近の話ですよね。そして今回のドコモとメルカリの業務提携ということで、まあ自分の中でも結構ごっちゃになりつつはあるんですが、まだまだこういったまあ僕のようなユーザーをワクワクさせるようなキャンペーンやサービスっていうのは、やっぱりこ,うこれからも期待したいところではあります。ということで、 ありがとうございました。